朝鮮兵令士ヨド城儀雷図朝鮮兵令使ヨド城儀雷図は、遠郷度の朝鮮通信使の先端がヨドに着眼し、ヨド城下を更新する様子を描いた縦 138.0cm、横 139.9cm の祭祀傷。ヨド藩の教養役を務めた、渡辺善衛門修行の筆になり、同人の記した、朝鮮人大兵器の図にあたる。 朝鮮通信史を描いた絵画資料であるが、原本は昭和初期から2004年に京都大学で再発見されるまで所在不明となっており、長らく複製が研究者に知られる程度にとどまり、同じく朝鮮通信史を描いたものであっても江戸図屏風や今井町本をはじめとする落中落外図屏風などの屏風絵のように広く一般に認知されたものではなかった。 赤枠部分拡大図この図を所蔵していた京都大学の藤井上司教授はこの木、内図について日本の子供と遊んだり鳥を一緒に追いかける朝鮮人の姿が生き生きと描写され日本の民衆と交流していた様子がわかると解説しているが右系の部分拡大図では数人が地面に倒れており棒を持って通信士に打ちかかっている人物も見える。また、 本図には船団に先駆けて川底の砂をさらいながら進む春節船や船団の接岸のために妊婦たちが町賃の明かりの下で徹夜の春節作業を行う様が描かれているがそれらの春節や綱引き人足などの労液また川沿いに連ねた夜間のかがり火の費用は流域農村の負担とされ朝鮮通信士の来庁は沿道農民に多大な負担を強いるものでもあった なお、大阪から淀川を遡ってきた、朝鮮通信市一行は、この淀からは陸路となり、京都を経て、東海道を江戸へと向かう。書籍、日韓中の交流において、著者の一人、ロナルド飛びは、図の赤枠部分について、船着き場から上陸して、町の中をうろついていた朝鮮通信市一行が、町人が飼っている鶏を盗んで、逃げようとし、日本人と喧嘩になっている。 当時、当時の浮江などの当人行列図に見られる、まかない当人など、他の資料と同様に、朝鮮人の肉食文化が当時の日本の目によく映らなかったことを示す、資料として引用している。同時に、朝鮮人雷兵器に参観性抜を史実とし、それを根拠に通信使が徴工施設であるとする記述がある。 点を指摘した上で、平和外交であったはずの朝鮮通信誌が、後の韓国併合、政観論につながったのではないかと指摘している。京都市歴史資料館は、京都新聞において、ネット上で出回ってるのは一部をトリミングした画像が、大半だが、図全体や記録を見ると、盗んでいるとは断定できないとの見解を示している。同資料館は、 当時の様子を詳細に記録した朝鮮人来兵器には鶏が逃げ出した記録はあるが説盗の記述はないので、絵図の作者に施設を非難する意図があったとは考えにくいと主張した上で、絵図全体を見ると鳥を手にした施設の上には施設の食材などを準備した建物、下行所があり、鶏が民家で飼われていたものではなく施設のために用意されたものだった可能性を指摘している。また、 絵図には、暴れる馬を施設が取り押さえる様子も描かれているため、下行所から逃げた鳥を施設が捕まえようとしたとの、見方もできるとしている。AB 読売新聞2004年5月4日、大阪長官28面ヨドオン古海伏星、本図について、春節船が5隻、家庭の砂をさらいながら進む。また延べ4万人のスケーによって遡ってきた、船団の節岸のために、 1500人の妊婦が、高張町鎮3000丁の明かりの下で、徹夜の春節作業をしている様を描いている。朝鮮通信誌往来、図説朝鮮通信誌の旅より、与ド川を遡った朝鮮通信施設、日刊中の交流、吉田光夫編山川出版社2004年、ISBN46 億3447万4409京都新聞2010年4月9日。 長官掲載。ただし、京都新聞に掲載された画像では、赤枠部分拡大図の右端に描かれた棒を、振り上げた日本人の部分は映っていない。ありがとうございます。